エビリンチャンネル。皆さんこんにちは。皆さんは綺麗好きですか？私は自分から出たものは案外汚れと思っていないから、自分が家に帰って脱ぎ散らかした服は汚れではないと思っています。どうかな？汚い。そうです。そんなエビリンビーム、どんな冒頭だよ。いや、今日のテーマに合わせた毎回ね、思うことを言おうと思ってるんだけど、お部屋とかの定義って何かなと思って、今日は顔だみについて先生に聞いていきたいなと思います。そもそも顔だみって何ですか？顔だみっていうのは、簡単に言えば顔に住んでいるダニです。当たり前じゃんって感じだけど、実は日本人だったらば、ほぼ日本人全員の 97、8% に住んでいるって言われていて、じゃあどこに住んでいるのっていうと、この肌の表面をモサ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 って歩いているっていうよりは、毛穴とか皮脂腺とか、そういう肌の奥に住み着いているようなダニっていう風に言われています。別名ニキビダニとかも呼んだりするので、たまにニキビが多い人でニキビ気にしてる人がいろいろ調べると、なんかダニが原因みたいなのってなんか書いてあることあると思うんですけれども、そういうのの原因になるダニと言われているものです。ダニは言っていいんですか？そう、最近ほら美肌菌とか言ったりもするじゃない。なのでバイ菌じゃなくって体にいい菌も言うよねとか、あとお腹にいる腸内細菌だって善玉菌と悪玉菌とかって言ったりするので、人間っていうのはそういう菌とかそういう微生物と共存しているところがあります。なのでこの顔ダニというのも程よくいてくれれば、体にとっては人間にとっては悪いことをしないものっていうふうに考えられています。でこの顔ダニっていうのは、皮脂を食べてくれるダニになるので、例えば多すぎる皮脂を食べてくれれば、お肌っていうのは、ちょうどいい状態になってきますよね。で顔全体で言えば、この顔ダニっていうのは、400万匹ぐらいいるんじゃないかというふうに言われているんですけれども、お肌の皮脂を調節してくれて、そして肌のpHとかを保ってくれる、よく言うね、弱酸性って体にいいですよって言いますよね。そういうふうな働きがあるので、それだけだったら悪くはないですよね。ところが何が悪いかっていうと、やっぱり物はバランスですね。この顔ダニというものが異常繁殖してしまうと、お肌にとっては良くないよということが言われています。ねえ、でもさ、確か人間の細胞って、あれ、1兆個、いや違う、1000兆個、いや分かんない、でもすごいいっぱいあるから、ダニが400万匹って案外少ないんじゃないのかななんて思ったりとかね。というか人間の細胞が何個だったかの方が今気になりだしたけどね。はい、じゃあ顔ダニが異常繁殖、原因って何ですか？顔ダニっていうのは、皮脂をね、栄養として食べているので、栄養が多くなれば多くなるほど、たくさん増える可能性があるって言われています。だから皮脂の状態がアンバランスになって、皮脂分泌はね、異常に増えた状態っていうのは良くないよって言われているので、例えば、ストレスとかも影響があるし、それ以外には睡眠不足とかも影響があるし、それから食べ物ですよね、食習慣が影響する可能性もあるというふうに言われています。でもやっぱり顔ダニが少なすぎてしまうと、顔ダニがもたらしてくれるようないい影響もなくなるっていうふうに言われているので、何事もバランスがいいお肌だといいよねっていうことになるわけですよね。それが最近さ、ドライスキンって出るのですよ。だってほら、前も言ってたじゃない、皮脂なのか水分なのか分かんないけども、タッチパネルが動作しないのよ。これもう、なんかタッチパネルと日々喧嘩してるぐらい、もういろんな意味で潤いなんだか油なんだか水なんだか分かんないけど、カサカサなもんで、だんだん体にも成仏されてるかもしれないですね。はい、年齢とかも関係あるんですかね。そうですね、はい。どうなっちゃう
うん、これある意味卵が先か鶏が先か理論になるんだけど、やっぱりニキビの原因として顔ダニのことって言われることがあるじゃない。だけど、まあ、確かにニキビになるっていうことは、でもそもそも皮脂分泌が異常に多かったりする状態があって、だから顔ダニが増えてるっていう状況もあるので、なのでなかなか難しいよね。あとはそのやっぱりその顔ダニが異常繁殖してるっていうのは、皮脂分泌がそもそも異常とか肌の状況が異常であるから、顔ダニが悪いんじゃなくて肌の状態がそもそも悪いのかもしれないんだけど、まあ肌の状態も悪ければ顔ダニも増えるみたいな、そんなことなのかなって思っていただければいいのかな。なんかどっちが良くてどっちが先でどっちが後なのかって考えるのちょっと難しい。わかんない。うん。じゃあ皆さん気になるところですね。対処法どうするの？対処法は、でもさ、毛穴の中にいるわけですよ、顔ダニさんは。まあそうなったら毛穴をきれいに保つとなると、まあ、当然正しい洗顔というのは一つかもしれない。しかしやっぱり、まあ、皮脂分泌をコントロールしてほしいなってなってくるじゃないですか。だから皮脂分泌を程よくコントロールする、まあ、スキンケアを心がけるとしたら、ビタミン A、まあグラナクティブレチノイドとかレチノールとか、あとはビタミン C、 それから、ビタミンだけじゃなくて、まあ、ビタミンの言い方を変えるとナイアシンアミド NA10 とかね、ああいうものっていうのがスキンケアとしては皮脂分泌抑制作用があるから役に立ってくれるかもしれない。あとは普段の生活で皮脂分泌をなるべく整えていくっていうことがいいってことですかね。うん、いろんなところに影響がある。まあでもね、博愛主義の人だったら、なんか人類皆兄弟っていうか、微生物も含めて皆兄弟っていうことで、たくさんニキビダニ飼ってあげたらいいんじゃない？でも荒れちゃうんですよ。自分のそんなことでね、あのニキビダニを殺しちゃいけない。博愛主義者だから。うん、自分を犠牲にしても。ニキビダニを育てる、そんな優しいさ精神も必要かもしれないですね。そうだね。慈愛の心、はい。まとめがそれになっちゃうんですけど、はい、皆さん優しさって大切ですよ。